カターレ富山はクラブ10周年記念のユニフォームで戦っています。白が FC 東京 U23 19分です。東京はリッピベローズのシュート、これは前半の39分、奈良井前半シュートを放つシーンが多く見られました。これは枠に行っていたんですが、広瀬のナイスセーブ、広瀬は今日ナイスセーブが何回かありました。ナイスセーブです。0対0でエンドが変わって後半です。50分です。これが FC 東京 U23 先制の場面、中に選手がずっと上がっていこうかという感じでもありましたけど、これで見るとやはりこうシュートとして打ってるんだなという感じがします。平岡の先制ゴール、今シーズン平岡としては2点目になりました。この1点が結局決勝点ということになりました。ナイスゴールです。さあそして75分です。柳、左足自分で打っていく形になりました。ここは羽賀も詰めていきました。86分です。前島から中へ入ったボール、大谷が走り込んでいきますが決めることができません。これが一番得点の香りがするシーンだったかなという気がしますが、決めることはできませんでした。